俳優のチェ・ジョンヒョプが、新ドラマ、偶然かな、絵の出演を確定した。新ドラマ、偶然かな、脚本、パクグロ、演出、ソン・ヒョヌク、は、10年前の初恋の人に再び会うことになり、真の愛と夢を探していく若者たちの物語を書く。先だって、キム・ソヒョンが出演を確定した。 チェ・ジョン・ヒョプは、10年を経て再会した初恋の人に再び心が揺れ始めた、アメリカ本社所属の財務設計士官フヨンを演じる。美目秀麗、生まれながらの頭脳で、最善を尽くさなくても簡単に最高の結果を得てきたフヨンの人生は、退屈でつまらないものだった。しかし、アメリカに移住してから久しぶりに帰ってきた韓国で、高校の同級生イ本ン キム・ソヒョンと絡むことになり、いつの間にか忘れていた感情を取り戻す。チェ・ジョンヒョプは、異本寿役のキム・ソヒョンと最も純粋だった頃、初めてだから不器用だった初恋の記憶を呼び起こすロマンスを披露する。同名の人気ネイバーウェブ漫画を原作とする新ドラマ、偶然かな、は、韓国で来年放送を目標に撮影に突入する。